もうこれから何かあれば、議員会館で、ね、誰も来るなとは言いませんから、そこへ行って、こういう問題をどうにかしてくださいじゃダメなのね。こうしましょう、ああしましょういうのを作っていくんですよ。と国会議員さんいうのはね、はっきり申し上げる。国会でね、やりたいんですよ、いろんなこと。もっと選挙の時にね、小長先生、こんな活躍してるよ、こういう議事録、有権者に配るわけですよ。でも国会議員さん、秘書の人が、何をやっていいかがないんですよ、何にも。だから、何にもやってないんじゃない。皆さんが選挙で選んだ後、何にもやらしてないことね。もう一つは、クリーンな政治家というのも聞きます。あいつはけしからん金を企業からいっぱい集めてと。しかし私が見る限りでは、やっぱりクリーンな国会議員さん。奥さんとせがれが秘書。ね。それで、仲良くやってる。何にも情報収集も何にもできてない。で、何が仕事できるかいう。ある、当主ね。のところへも私行きました。なるほど、金を集めてる言うが、いわゆるシンクタンク、自分のブレンとして、さまざまな分野の人間を抱えてるから、そこから全部情報収集してるのね。でもそれをやるのにはお金がかかった、確かに。だから、どちらを選ぶかですよね。何にもしないがクリーンな政治家を選ぶか、少々荒っぽいことで金を集めるが仕事ができる政治家を選ぶか、ということですよね。これ非常に難しい選択ですが、私なんかね、今国会議員の半分でも余るぐらい、何にもやってない人が多い。ね、お母ちゃんと息子だけで、ね、何ができるかいうの。秘書でしょ。もう歳費を丸取りにしよういうだけで、じゃあ何にも仕事になってない。だから、やはり、これから選挙等も非常に、重大になってくるし、皆さん方がこれから裁判官になるか、検事さんになるか、弁護士さんになるか、やはりいろんな問題が、本当に泣けないような問題が出てくると思います。私もいろんな原発の裁判で証人として出ておりますが、本当に泣きたいようなことが起きると思いますが、それに負けないでね、やってほしいと思います。どうもありがとうございました。どうも平井さん、ありがとうございました。事実に基づくいろいろお話だったので、非常に説得力があったと思いますし、私自身も原発についての認識が深まったかというふうに思っています。ね、いろいろね、ここ質問事項をくださったんですが、答える時間がないのでね、もしこれはどうしても聞きたいというようなことがあれば、後で住所を言いますから、お手紙ください。終わったらね、いっぱい手紙くださるんで、できるだけじゃね、100% 回答送りますから。本当にどうもありがとうございました。もう一度改めて拍手でお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。講演の途中お話の故障をるような形で大変失礼いたしました。平井さんおよび参加者の皆さんに重ねてお詫びを申し上げたいというふうに思います。それでは最後に当塾の塾長である伊藤誠からご挨拶をいたしたいと思います。皆さんこんにちは。どうもお疲れ様でした。いかがでしたでしょうかね。いかに日本が民主主義国家でないかということをまた再び認識させられたというようなことだろうと思うんですね。で、今回のこの次の塾だよりかなの頭のところでですね、ちょっと官僚組織についての話などを、若干変えたりします。それをまたご覧になっていただければというふうに思うんですけれども、私たち法律家になろうととするもの、また憲法を学んだものという観点で考えた場合ですね、国家のその政策として、例えば原発をどのように持っていくのか、これはそれぞれ皆さんお一人一人考え方があろうかと思うんですね。で、それを推進する、反対すると、それぞれの考え方があります。で、法的な、あくまで法律の憲法の議論で考えた場合、それを仮に推進するということで考えた場合、それによるさまざまな弊害、リスクというのは当然あるわけですね。で、それを一体誰がどう負担するのか、で、そこをどのような形でね、国民でそれを分かち合うのかということ、そこが憲法論として、または法律家としての一つの視点だろうと思うんですね。ですから、例えば推進するという側で考えた場合には、いろんな問題点、リスクが生じてきます。それを果たして特定の、一部の人たち、その負担のもとで国民がその利益を享受するということが果たして許されるものなんだろうか、どうなんだろうか。これが憲法29条の3項の問題かもしれない、17条の問題かもしれない。そういう観点も一つあるのではないかなということですね。それも考えてみたらいいんじゃないかと思います。ですから、その負担、なかなかこの政策というのは難しい問題です。推進反対、一つのこの政策にしてみても、ね、いろんな考え方が出てくるところです。ですが、例えば電力会社を保護しようというのは、それは一時期の国家政策だったわけですね。ではその弱者保護という、いわばまたは国の政策という観点で、社会福祉の観点から、いわゆる積極目的規制というやつですよね。でそれでいった場合に、そこの部分で生じるさまざまな問題点なりね、
弊害というもの、それを果たしてどこがどのように吸収していくべきなんだろうか、そこでいわば裁判所司法というものがね、どういう役割を果たす必要があるのかなということは結構難しい問題なんですけれども、本当に積極目的規制によっていわばこれは行政、国会、そちらの方での政策的な裁量問題だから裁判所は介入すべきではないというよね、いわば民主制の過程における自己回復、そちらの方で、回復してもらって構わない問題なんだということで、果たして解決できるそういう問題なんだろうか、本当に二重の基準なり二分論という、ね、考え方、それは役に立つ議論なんだろうか、そういうことをもう一度本当は考えてみないといけないところですね。ですからぜひそういう観点でもですね、まあ、この原発問題非常に重たい問題、事実、それから、その情報操作だとか、ね、民主主義だとかいろいろ考えさせられるところ多分にありますが、そういう憲法の司法の役割ということも、ね、含めてもう一度考えていただければなというふうに思います。どうもお疲れ様でした。どうも皆さん長時間ありがとうございました。先ほど講師の平井さんからも ありましたが、ぜひ皆さん引き続き原発問題に関わって意見や質問を寄せてほしいということを平井さんからお話がありました。それで皆さんとお手元にですね、資料集があると思います。資料集の、2ページ目の左下に非常に細かい字ですが、平井さんのところ原発被爆労働者救済センターの住所があります。ここにどんどん質問等寄せていただきたいというお話を頂戴しましたので、ご紹介したいと思います。なおですね、ここに寒波の送り先の記述があるんですが、ここが変わっております。これ少し古い印刷物だったものですから、古いままになっています。ちょっと画面の方見えますでしょうか。寒波の、郵便振込先がそこに2ページに記述されているものと変わっております。一応申し上げますと、番号00230-31873、もう一度申し上げます。番号00230-31873、口座名はこれはここに書いてある通りです。原発被爆労働者救済センターということで扱っているとのことです。合わせてご紹介しておきたいというふうに思います。皆さんのお手元に次回の、明日の法律家講座講演会のご案内のチラシも入っているかと思います。引き続き多くの皆さんにご参加いただきたいというふうに思っております。それと皆さんのお手元に、アンケートというふうには記述してないんですけれども、アンケート用紙をお配りしております。ぜひ平井さんのお話についての感想等についてお書きいただきまして、お帰りの際に受付の方にお出しいただければというふうに思っているところであります。それでは本当に長時間ありがとうございました。以上をもちまして本日の講演会終わりにしたいと思います。ありがとうございました。